皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。見抜かれた心。とある中3の夏の日の話です。近くにある本屋に行こうと思い家を出ました。昼過ぎぐらいでとても暑かったのを覚えています。横断歩道を渡ればすぐ本屋さん。赤信号だったので信号待ちをしていました。その道路は片側2車線の大きめの道路で、普段から車の通りが多く、日曜日だったこともあり信号待ちをしている人も結構多かったです。ふと反対側の信号待ちをしている人を見ると、老人や小学生、若い女性もいますが、その若い女性が妙に気になりました。何気ない光景、ごくごく当たり前な日常の風景のはずなのですが、その女性は何かがおかしいと直感的に感じました。黄色い T シャツにジーンズ、特に変なところは全くないはずなのに、ほどなくして青信号に変わり、首をかしげつつ信号を渡ります。ちょうど僕の左側をその女性が通る感じで、視野的に見えなくなった瞬間、とても近い距離、僕の左耳にギリギリ唇が当たるか当たらないかぐらいしか離れていないような、そんな距離から、そうだよと聞こえました。一瞬の出来事でした。背筋がゾクッとして、思わずえっと声が漏れ、左側を見るも、もうその女性の姿はありませんでした。開けた通り、走って逃げれば足音が聞こえるし、隠れるような場所もありません。話しかけられたことは初めてだったので、とても怖かったです。はい、DHC オカルトラジオ、ともです。木村です。はい、今日はこの2人でお送りしていきます。はい、今日はあの本当にあった怖い話シリーズ体験談ですね、皆さんの、うんうん、ありがとうございます。僕たちのねホームページに投稿していただいた、はい、あふれ出る肉汁さん、はいはい、素晴らしいペンネームですね。素晴らしい、はい、美味しそう。爽やか行きますか？たまに行きますよ。爽やかってね、静岡県内にしかないハンバーグ屋さんなんですけど、うんうん、最高にうまくないですか？うまいっすね。あ、木村さんとそういやハンバーグここうまいねって言ってめちゃめちゃ食べに行ったのどこでしたっけ？長谷川っすか？あ、長谷川か、うん、肉の長谷川か。肉の長谷川、あ、美味しかったっすね。うまいんすよ、うん、なんかちょっとね特殊な食べ方ですけど。そうです、なんか変わった食べ方してましたよね。鉄板が熱いから、あ、皿で置きっぱなしにしちゃうとどんどん火が入っていっちゃうから、うん、ちょっと避けてみたいな、うん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 、なるべくレアで食べるみたいな、うん、まあでもさ、爽やかもね肉汁溢れ出してますしね。溢れ出しますね。原骨バーグディッシュ。バーグディッシュじゃないんじゃない、原骨バーグ、うん、ディッシュは違うっすね。あれ違うっす。あれビックリドンキーでしたね。そうっすビックリドンキーだと僕ポテサラ、うん、ポテサラバーグディッシュですね。考察しましょう。そうっすね。いや、ペンネームがペンネームがこういうのだと、はい、余計な話になるっていう、なっちゃうっていうね。うん、
腹空いてるんで。めちゃ腹減ってます ね食べたいね。そして、深夜3時です。はい、はい、食べたい、うん、我慢しよう、うん、というわけで、はい、いやこれ俺、うん、もう最後の一文のためにあるお話だなって思った。す勝手に話しかけられたことが初めてだったんですけど、うん、怖かったです。おえその心は、いや見えてんだなと思って、話しかけられることは初めてだったけど、うん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 、別に見えてる人なんだなって思ったっす。あそれが普通っていうか、うんうん、確かにそうだね、うんうん、まあ、たまに聞くのは、うん、目で見える見えやすい人、うん、耳で聞こえやすい人、うん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 、あと匂いを感じやすい、うんうんうん、あとこう寒くなるとか肌で感じるとか、うんうんうん、いろんなこう一応特化してるっていう話を聞いたことあるんですよ、うん、その、ね、霊能、それすげえわかる気がします、うん、でこの溢れ出る肉汁さんは、うん、まあ、どこかというと見えるっていうね、うん、タイプなのかなって。でも、うん、この時は初めて声をかけられたというね、うん、だから協力だったってことかな、うん、その霊が、うん、ね、って言いますよね。その物理的っていうか、まあ、声を出せるっていうのは、うん、霊力が強いやつだっていう。そうだね、なんか2パターンあるって言ってたよ。その、あそうなんですか。直接脳に話しかけてくるやつと、はい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 、本当に物理的に人が喋ってるように音の波で聞こえるっていうパターン、うん、なんか初めてだったから、うん、どっちのパターンかはちょっと分かんないかもしれないね。そうですね、そうですね、うん、まあ、書いてなかったですしね。そうそうそう、うん、うん、あでも分かんないですよねそれって。最初だと、そうそう、なんか最初だったらね、うん、どっちか分かんないよ、うんうん、まず脳の中に直接語りかけていますみたいな感じの体験なんてしたことないですもんね。ないっすよね。ないっすよね、ね、なそれ慣れた人だともう聞き分けれるんですよね。分かるっていう話だから、自分の声みたいに聞こえるんですかね。自分の声ってなんかでカセットテープとかに録音して聞いたりすると、うん、まあ、カラオケとかもそうですけど、うん、なんかちょっと違うわみたいな、自分が思ってる出してる声と聞こえてる声と違うわってなるじゃないですか。なるね。でも そんな感じ、うん、それがどの声かが分からんすよね。今思ったんですけど、自分の聞こえてる声がすかね、うん、みたいなこと言ったっすけど、うんうん、それがその人が声出してた声か、うん、その人が自分の中で出してる声かが別にこっちは分かんないっていう。その人っていうのはここで幽霊の、そうだよ、そうだよって言った人ってこと、うんうん、今の説で言うと。ちょっと丸々カットしていいですか。全然分からんかったっす今の。じゃだからもういいっすねこれ説明は。もういいや。諦めた。自分の声を、うん、出してる感覚がそのままなんすかねみたいなの言ったじゃないですか。脳で響くっていうことは、うんうん、だけどその脳で響いてる声が、うん、そのそうだよって言った人の、うん、その人が出してる声なのか、うん、その人が自分で聞こえてる声なのかが全く分からんすねっていう。その人の声を知らないんで。あー、うん、うん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 、うん、あちょっと分かった。空気を伝わってる声なのか、うん、その自分の体内で聞いてる声なのかが分からんすよねっていう。うんうん、なんかちょっと分かったよ。話ちょっと分かった。まあいいんですよ、バッサリだったら。ここね残す必要ないっす。地球に残す意味がないっす。今の話。今の話だね。はい、これさ、はい、短い話だけどさ、はい、まあ、似た話って、うんうんうん、そう聞いたことあるじゃないですか、うん、あるっす。どんなだっけや。まあ、同じ状況で、うん、変な感じの人見つけて、うんうん、なんだろうあの人って言ってすれ違いざまに、うんうん、お前見えるのかって、うんうん、あーそうかそうかそうか、うん、見えてるんでしょ、まあ、見えてるんでしょみたいな。そうそうそうだね、うん、そんな話あったよね、うん、すごい似てるよね、うん、うーん、でもさ、うん、そうだよっていう、うん、一言なんすよ、うん、だから、うん、あれ幽霊なのかなって思ってたんでしょうね。思ってたんでしょうね、うん、肉汁さんは、うん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 、でもさこの話そのさ、うん、通りがかりに、うん、そのよくあるって話、うん、あのお前なんだっけ、お前見えるのかとか見えてるんでしょとか見えてるんでしょみたいな話って、うん、ちょっと説明臭くない、そのセリフって。うん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 、ね、うん、だから、うん、こういうこの溢れ出る肉汁さんの、うん、体験を分かりやすく物語にするなら、うん、あなら多分お前見えてるのかとか、うん、見えてるんでしょうとか、うんうんうん、かな。確かにね、ちょっと説明っぽいセリフというか、うん、になるような気がするんだけど、うん、
このね、そうだよっていう、そうそうだよっていう一言っていうさ、うん、怖い、それがすごいね、やっぱり、うん、本当にあったことっぽいっていうか、うんうんうん、ねえ、うん、自分がこう思ってた、なんかそう見えてるんでしょうは、うん、怖がらせるための、そう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 、セリフみたいな、そう、そういうことなんですよ、うん、そう、うん、だからこういう体験が分かりやすく怖がらせるみたいな、うん、こういう本当に、うん、の体験は多分こういう肉汁さんの体験が元にあって、うんうん、それを分かりやすくするために、うん、お前見えてるだろうとかいう話ができたのかなっていう、うん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 、だからこういうことって起きうるというか、うん、じゃあ意外と頻繁に起きてることなのかもしれない。じゃあ、うん、僕たちの元に届いてる体験談から、うんうん、伝説級の怪談が生まれる可能性もあるっていうことですね、改変をしていけば。あ、もちろんそうです、うん、もちろんそうです。その怖いポイントをもっとこう、広げて分かりやすくすれば、うん、そういうそれこそね、くねくねとか八尺様だったりレジェンドに名を連ねる怪談ができるかもしれない、うんうん、その可能性はありますね、うんうん、でもこの交差点にそのうん、よくある話もそうだし、うん、この話もそうなんだけど、うん、存在を認めてもらいたいみたいな感じなのかな、うん、だからそこでさ通り過ぎるすれ違いざまにそれを言うメリットというか、うん、例が必要なくない、別に、うん、怖がらせるため、もしくは気づいてほしいから発する、うん、あ、この人気づいた。霊側も何かキャッチするものがあるんですかね、やっぱ気づいた人には。あるってことだね、うん、うん、っていうことあるってことだ、ね、分かるんだこの人は。まあ、よく言うのはあの目が合うとか言うじゃないですか、うん、あ、そしたら、うん、まあ、正しくは霊が目が合ったと思ったらっていうらしいですけどね、へ、うん、目が合ったらじゃなくて、うんうん、目が合ったと思ったらついてくるみたいな、はあ、うん、らしいですけど、うん、けどなんかキャッチするもんがあるんでしょうね。あるんだね、うん、しかも心の中まで読めるってことだからね、これは、うん、溢れ出す思い、うん、溢れ出す肉汁さんから溢れ出す思いが出てたて、ね、出てたってことですね。変だなあの人っていうね、うんうん、それを察知できるっていう能力がある。でもこの例はもう自分が例だって分かってるってことですよね。分かってますね、うん、確実に分かってます、うん、まあでも誰にでも声かけてるんでしょうね、もしかしたらこの交差点にずっといて、あ、その、うん、見えてるだろうなっていう人に対して、うーん、てか最初無差別に声かけて、あ、私のことみんな見えないんだっていうので、あ、うんうん、何か、あ、あの人私のこと考えてるみたいな、何かそういうのをキャッチして、うん、そうだよって、うん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 、言ったのかもしれない。でも全員に声かけてるっていうか、全員のことを察知はしてるっていう感じなんですかね、うん、そうなるね、うん、大変だね、うん、でも言ったら、うん、霊力探知機ですよ、うんうんうん、そうだね、この人が、うん、まあこんな言い方は失礼ですけど、うん、霊に、うんうん、あの道具として使えば、うん、霊力がある人を判別できるっていうことですよね、この人で。この人っていうのはあのそうだよの女の人。そうそうそう、そういうことですよ、うん、うんうん、察知できます。ぜひオカルトラジオ専属の探知機、霊感キャッチャー、ね、霊感キャッチャーになってほしいですね、はい、そうだよね。あ、今出たすか、そうだよか今のは意識せず出ちゃいました出ちゃったすか、うん、はい、自分が幽霊だよっていう認識があるっていう話、うん、ちょっと話それるんすけど、うん、最近面白い話を聞いて、おう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 、デブの幽霊っていないじゃないですかっていう話なんですよ。はあ、確かに、うん、うん、確かにというか、まあ、見えてないんであれですけど、そのいろんなもので描かれる幽霊は確かに太ってないですね。あんま聞いたことないですよね、はい、で、うん、幽霊は要するに形が変えれると、うんうんうん、自分の姿を変えることができる、うん、だからまあ理想の形になってくっていうか、うんうん、それは、うん、鏡に映らないんだって幽霊は、はい、自分が見えないというか、あ、はいはい、姿が見えないと、はい、だから、うん、自分の理想の形になってくんだけど、うん、手は見えるじゃないですか自分で、あ、はいはいはい、うん、だから手に関しては意識があるから、うんうん、手は例えば年老いてたりとか、うん、太ってたりとかするんだって、うんうん、へっていう話を聞いたんですよね。じゃあ、まあ、言ったら、うん、この見える範囲はっていう感じですかね。
だ顔だけっていうことになるのかな。本当だね、うん、変な話だね。したらデブもいるね。いるっすね。いるね。あれ、あ、じゃあ、あれか、ガセかな、この話は。地球に残しちゃいかん話です。第2弾。それ聞いた時は、あ、ほんとそうかもしれないって思ったけど、うんうんうん、別に見えるわ、体は。そう、体は見えるから。見えるわ。なんか思ったのは、うん、太ってる人って、うん、わかんないですよ、わかんないですけど、うん、幸せじゃないですか。うんうん、まあ今言ったらそんだけご飯を食べて、うん、そんだけ堕落した生活を送ってたと思うんですよ、うん、まあいじめられたりとかもするかもしれないですけど、うんうんうん、太ってる人ってちょっと幸せそうに見えたりするじゃないですか、うんうん、そうね、うん、成仏してんじゃねえかなって思うんですよね。なるほど、うんうん、そんなに未練ないんじゃないかなっていう。あ、うん、だからいないと、うん、分かんないですよ。あ、うん、その例えば幽霊で、うん、お笑い芸人とかが、うん、じゃあ死んで幽霊になってすげえ笑わしてくるやつとかいるのかって聞いた時に、うんうんうん、まだそういうのは見たことがないって言ってたんで、うんうんうん、そういう笑わせに来る霊っていうのを、うんうん、だから、まあ、成仏だったりとか、うん、まあ、そういう上に上がる天国にすぐ行っちゃうのかなっていう、幸せな人はそういう考え方か。一理あるね。だからもしかしたらっすよ、うん、その考えで未練が残ってる人が残るっていうんであれば、はい、例えばもうもっと笑わしたかったっていうお笑い芸人とかが死んだ時には、はいはいはい、その念が残って楽しい幽霊になるのかなっていう。なんか結構感情がなくなるっていうじゃないですか。言うね、うんうん、食欲もないし性欲もないしみたいなね。それは聞いたことあるよ、うん、でも自分が霊だと認識することはできるってことだよね、うんうん、この話によると、うん、そうだよって言うってことは、うん、ちょっとレベルが高いのかもね。なんていうの、ああ長く、うん、その状態でいるというか、うんうん、幽霊歴がね。そう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 、うん、幽霊って言いますか。じゃあ幽霊が長い人なのかもしれない、うん、その場にいてずっといて、うん、だから自分が霊だと認識してると、うん、でも成仏はしない。なんかやっぱ気づいてもらいたいんだろうね、うん、でもまあどうだろう、幽霊10年ぐらいですかね、自分が霊だと認識できるようになるには。だからそこまでこの女性は分かんないですけど、うん、まああんまり昔すぎると多分服装で違和感を感じるのかな。そうだよね、それこそ着物とかね、うん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 、うんうん、とかになるんで、まあ2000年代ぐらい、うんうん、まあ、今で言うと幽霊まあ15、6、7、8ぐらいの感じなんですかね、うんうん、そうだね、うん、あまりバブリーな感じでもないだろうね。うん、ジーパンに黄色い T シャツ、うん、ですからね、うん、まあだとしたら、まあ、マックス15年ぐらいではもう結構強くなれるのかな。最低で10年ぐらいでもうもしかしたら次のレベルに行ってるぐらいかもしれないですね。その次のレベルっていうのは、まあまあ人にその例えば物理的に干渉できるぐらいのレベルになってるかもしれないですね。10年長えな。まあでも例になっちゃえば時間の概念もなくなるだろうし、ね、ああそっか。これもそのさ、うん、タイミングというか、うん、きっかけというか、まあ、家の近くの交差点じゃないですか、うんうんうん、だからさそこで、うん、まあ、昔事故があったとか、うん、なんかそういう情報が、ああそうっすね、あればさ、あれば。でも服装も分かってるんで、うん、ね、うんうんうん、もしかしたらその黄色い姿のジーパンのデニムのっていう女性がみたいな記事が見つかるかもしれないですよね、うん、新聞とかなかなか服装まで言わないですけど。言わないよ。ああそっか、うん、もう住んでたならそういう噂が、あーそっかそっか、あるかもしれないですよね、うん、あるかもしれないね、うん、まあ、目撃した人もいるかもしれないですよね、同じ姿でね、うんうんうん、それは合う可能性はあるなと思って、うん、でもやっぱ10年選手でも、うん、4文字だけしか発せないみたいな、ね、みたいな、うんうんうん、そうそう、それをちょっと思ったっすね、うん、ドラえもみたいな、そうだねが言えないみたいな、なるべく短いワードで気づいてもらえるっていうね、うんうん、好きな食べ物とか聞かれた時に4文字って結構難しいですね。ラーメンいけるか、ラーメン、焼肉、焼肉、うんうん、ハンバーグ言えんすからね、ハンバーグハンバーグまで
4文字限定きついな、結構思いを伝える、なかなかさ、うん、その少ない文字しか発せないのに、うん、わざわざ好きなものを言わないよね、うん、そこで助けてとかになってくるんですかね。そうそう、シンプルな、やっぱりね、なるでしょう、うん、パスタとかなかなかないよね。一、うん、日一言としか喋れんみたいなね、制限付きでだったとしてね、うんうん、なんて本当だ、確かに助けてになっちゃうですね。気づいてとか、気づいて、うん、そうだよっていう場合はどういう場合だろうね、うん、気づいてもらいたい、びっくりさせたいだけじゃないかな、うん、気づいてもらいたいとかなさそうですね。確かに助けてほしいとか、助けてほしいとかじゃないだろうね。じゃないですよね、多分違うと思う、うん、この道はいつか来た道って思っとったかもしれないですよ、肉汁さんが。そうだよってその次確かそういう歌詞でしたよね。それ分からんす。この道はいつか来た道、ああそうだよじゃなかったっけ。その曲分からんす。嘘、はい、合唱曲ですか。俺もよく知らないですけど、うん、これ有名な歌っすよね、多分。分からんす。あのまだ地球に残しちゃいかんことになってるんで早急にやめますけど。そうだね、うんうん、やっぱ気づいてほしいとかじゃないな、助けを求めるとか、単純に脅かし、脅かしだよね、うん、そんなことだってそうですよね。だって今例えばじゃあ木村さんが、うん、俺が幽霊だったとして、うん、あでこあの人なんだろうって考えてることが分かってるっていうことじゃないですか。そういうことですよ。幽霊かなみたいな、もしかしたらみたいな、僕なんかおかしいなみたいな、そうだよって言うかもしれないですね。あこいつ分かってんじゃん、うん、そうだよ、どういうテンションで言われたかもちょっと気になるんですけどね。そうだよって言われるのは怖いじゃないですか。怖い。そうだよって。それでも怖いかな、やっぱり。うん、まあでもちょっと。ちょっとキャッチーにはなってるけど。自分だったら、うん、もううわ幽霊かなって思ってるなんて分かったら、もうバリバリのそうだよっていうんですけど、あ、うん、もう演出してあげるっていうか。うん、親切だねそれは。楽しむっすよねそれで。うん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 、そうだよみたいな、ローラだよみたいな感じで言われるとちょっとね、うん、違うじゃないですか、うん、ちょっと古いよね、うん、あ今のが今のがなんで出てきなんで、うん、なんでだろうな、うん、何がしたいのかってことだよね、うん、まあ単純に驚かせるだけが目的なのかっていうことだよね、うん、でもまあ何十年もそこにいるとしてですけど、うん、だからまあそうだよっていうぐらいになるかもしれないですね。もう今まで何人も多分霊能者っていうか、まあ、見える人も聞こえる人もおっただろうし、うんうんうん、あまた来たわそうだよっていう、 うーん、うん、まあ自分が成仏したいとかそういうことは別に思ってないってことかね、うんうん、か初めてをキャッチしたか、あこの人は見える人だけど声は聞いたことない人だなみたいな、うんうんうん、よしバリバリ演出してやろうみたいな、うん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 、そうだよって、うんうん、怖がらせたいってことだよね、うん、あえてそうするってこと、うんうん、意地悪な例ですね。そしたらそうだね、まあいたずら好きというか、うんうん、お茶目っていうのあるのかな、うん、あもし、うん、次、うん、そういう声系の体験談を、うん、もし僕たちに送ってくれようとしている人がいるならば、うん、あのどういうテンションで言われたみたいな、あそういうのちょっと補足情報で欲しいかもしれないですね、うんうん、聞いてみたいね、うんうん、もちろんこの話もね、うん、あのアフレダス肉汁さんからちょっと聞いてみたいはあるんですね。そうだね、うん、でそれからそれ以降も出会ったのか出会わったのか、うん、あそう近所ですもんね、うんうん、近所だからさ、うん、それも聞いてみたいなって思うね、うん、続報、うんお待ちしてます。はい。ぜひぜひ、うん。ハンバーグ食べたいな。食べたい。はい。溢れ出す肉汁食べたい。食べたいですね。もうそれだけが気になっちゃった。お腹空いてもお腹鳴ってんだもん。めっちゃ鳴りましたもんね。うん、ということで皆さん終わりです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。
見えない同居人。大学1年の5月あたり、入学して1ヶ月ほどが経った時のことでした。朝、身支度を終え大学に向かおうとした時、軽く便意を感じましたので、念のために済ませてから家を出ようと思い、トイレに向かいました。するとトイレの鍵が閉まっており、開けることができませんでした。参ったなぁとは思いましたが、トイレの鍵は小銭で外から開けることができますので、特に何も考えることなく財布から10円玉を取り出して鍵を回そうとしました。しかし全く鍵が回らず、大した便意でもなかったので、キャンパスのトイレで済ませればいいかと思い家を出ました。その日の夜、大学での講義を終え家に帰ってきた時、トイレのドアが全開で開いていたのです。誰かいたのかと思い部屋のあちこちを調べましたが、不自然な点は見当たりませんでした。これが最初の出来事です。今思うと、もっと真剣に対処するべき出来事だったとは思いますが、その時は特に深く考えず、その後も普通に暮らしておりました。それから数週間が過ぎた頃だったかと思います。起床後、あの日と同じように大学に向かう準備をしていた時、自分の顔のすぐ近くからカシャーッと、まるでガラケーのカメラのシャッター音のような音が鳴りました。辺りを見回しましたが、当然部屋には誰もいません。これが二つ目の出来事。それから少し経ったある日、友人の家に遊びに行くついでに、アパートの駐車場にあるゴミ捨て場にゴミ袋を出そうと思い、ゴミ袋を持って部屋を出ました。忘れ物をしたことに気づき、持っていたゴミ袋を玄関の扉の外に置き、部屋に戻って忘れ物を取り、再び外に出ました。ゴミ袋を置いてから外に戻るまで時間にして30秒程度です。その間にゴミ袋が八つ裂きにされ、辺りにゴミが散乱し、なぜか捨てた覚えのない強烈な悪臭を放つ泥のような汚物がゴミの一部に付着していました。辺りには誰も見当たりません。カラスかと思いましたが、わずかな時間にここまでできるだろうか、納得できませんでした。仕方なく散らかったゴミを回収し、それをゴミ捨て場に捨て、ようやく出発できると思い自転車に乗ろうとした時、自分の自転車のサドルが八つ裂きにされていました。この時初めて恐怖を感じました。得体の知れない何かに狙われているような、あるいはそれと同居しているような。これが三つ目の出来事です。その後、友人に今起きたこととこれまでに起きた出来事のすべてを話しました。一部の友人は面白がり、じゃあ今日はお前の家でホラー映画でも見ようぜとふざけてきました。冗談じゃないとは思いつつも、自分も幽霊の存在に対しては半信半疑であったため、
面白半分で承諾しました。その日の夜、私の家でホラー映画を見ました。特に何も起こらず、友人も期待外れといった感じで帰っていきました。もう日付を回っていたので眠気もあり、そのままベッドで寝てしまいました。眠りについてから数時間が経過した頃だったかと思います。ふと目を覚ましました。眠気もなくなっており、変な時間に起きてしまったなぁと、仕方なく暇つぶしに携帯をいじっていました。しばらく時間が経過した時です。こー、妙な音が急に聞こえてきました。何の音だと思い、音の発信源をたどると、インターホンのモニターの画面が起動しており、外の音が聞こえていました。これは妙なことです。なぜなら、私の部屋のインターホンのモニターは、外から誰かがインターホンを押すか、あるいは部屋の中から電源を入れるかしないと画面が起動することはないからです。これまでにも不可解なことがこの部屋で起きていたこともあり、さすがに怖かったので画面はちゃんと見ずにモニターのスイッチを切ろうとしました。その時でした。玄関のドアからガリ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 、コッ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 と爪で引っかいたり軽くつつくような音が聞こえてきました。急いでモニターのスイッチを落とし、あまりの恐怖に迷惑も顧みず、何人もの友人に電話をかけました。しかし時間も時間でしたので、皆寝ており、結局夜が明けるまで一人で過ごしました。これが四つ目に起きたことです。それからしばらくは、男のくせに情けないなぁとは思いつつも、怖くて自分の家に帰ることができず、友人宅を転々としておりました。さすがにこれじゃ何の解決にもならないと思い、意を決してアパートに戻ることにしました。幸い何も起こらず、今までのことは何かの間違い、あるいは偶然起こったんだと思うようにしました。それからは多少は神経質になりながらも、何事もなく生活しておりました。一ヶ月ほどが過ぎた頃、私は友人と飲み会の後、二次会で近所のカラオケボックスに行きました。途中までは楽しく歌っていたのですが、酒が入っていたこともあり寝てしまいました。しばらくして目を覚まし、ごめん寝てたわと言いながら友人を見た時、皆おかしなものを見るような目で私を見てきました。何？と尋ねると、友人の一人が私が寝ていた間に起きた出来事について話してくれました。私が寝た後、他のみんなも疲れていたそうで、歌うのは休憩し、おしゃべりしていた時、私が不意に起き上がり、やった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 と抑揚のない声で意味不明なことを口走った後、瞳孔の開いたような目で友人一人一人を見渡し、その後何事もなかったように眠りについたそうです。
それ以来私の周りで不可解なことは何も起こらなくなりました。それが逆に気味が悪いのです。数年が経ちましたが、私は普通に暮らしております。ただ今でも誰かとホテルなどで部屋をシェアした時、夜中急に起き上がり、こっちを見たと言われることが時々あります。見えない同居人というお話でしたけど、こちらのお話ですね、あの、うん、投稿者の、僕らのホームページから投稿してくれた、稲さんという方のお話でございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この話、はい、めちゃくちゃ怖かったんですよ俺。めちゃくちゃ怖かったですね、初め見た時、はいはい、いやこれめちゃくちゃ久しぶりに怖い話で、怖いこれって思ったんですよ。怖くないですか？怖いですよ、怖いですよ。これ体験談ですからね。まだそれがこうなんていうの、継続中っていうか、もうその辺とか、めちゃくちゃ怖いと思って、なんか兄ちゃんとかそういうまあ怪談サイトとかで読む話だったら、うわすげえなーぐらいの、まあ、怖いなっていうので終わったんですけど、これを本人様が送ってくださる体験談なんですよね。これは、コピペとして残るレベルの怖い話です よ。いや本当にちょっとびっくりしたっす、怖すぎて、もうこれ実はね結構前なんですよね、送ってくれたのが。そうなんですよ。これなんで僕たちが 今を、今出したかっていうと、そうですね、はいはい、言っていいですかこれは。いいですよ、もちろん。これはね、あのちょっと前にエピソードで扱った山の毛というお話、ありましたね、あったじゃないですか。ありました。あれを伏線というか、まあ、あれでジャブ打っといて、こっち行こうっていう。そうだね、そうなんですよね、山の毛はこの話の伏線だったっていうことなんですよね。山の毛が別にこの体験談じゃないですけど。違いますね、はい、ただあの状況が似てるというか、ちょっと似てるなと思ったんですよね、だからちょっと山の毛っぽい話をしといての、山の毛を話しといてからの山の毛っぽい話っていうね、とこなんです、一応朗読したところは、メールの一部分で、で一応その前後に、そうですね、前後の、送ってくれたメールもあるんで、そこもちょっと読んでいきますね、いつも楽しく拝見しております、これからも応援させていただきたいので、どうか末永く続けてくださいねと、大したオチもなく取り立てて怖い話ではありませんが、大学時代に私の住んでいた部屋が幽霊部屋と友人に呼ばれるゆえんとなった不思議な出来事がございますので、もしよろしければ時間のある時にでも読んでいただければ幸いです、脚色は一切いたしませんと、いや取り立てて怖い話ではありませんが、めちゃくちゃ怖えよっていう、めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖えよこの話っていうね、まあ、これがね冒頭部分 で、 そうです、ね、ここから朗読した部分になって、その後ですよね。そう、その後ですね。以上ですと、幸い幽霊などは見ることもなく終わりました、まあ、これは何年も前の出来事で、私は今も普通に暮らしておりますと、と、まあ、元々無遊病の毛があってかもしれませんが、今となっては知りようもないことです、寝言はよく言う方なので単に無遊病かもしれませんねと、ただこれらの出来事以来、なぜか怖い話が大好きになりましたと、と、まあ、某怪談系の動画やネットの怖い話を見るようになり、最近オカルトラジオさんを発掘しましたと、オープニングの凝った動画や考察の面白さ、特に脱線した時にハマり、今はおからじ一本ですと。ありがとうございます。そこまで読んじゃうんですかという感じなんですけどね、はい、ありがとうございます。本当にオープニングの凝った映像にハマったっていう、いやですからね嬉しいですけどね、ちょっとニヤニヤしちゃいます。自尊心をくすぐろうかなと思ってニヤニヤしちゃいますね、はい、いや嬉しいですよね、はい、もちろん脱線しますからね、じゃあこの考察は許可得たみたいな、許可得たいや、ちょっとこれ一個一個言っていいですか、
そう5個6個ぐらい事象が起こってますからね。まあ1個ずつ検証していきましょうか。はい、まず1個目は、いやいやちょっとその前に、はい、この怪異が起こり始めるきっかけですよね、はい、まずは、うんうん、それは大学に入って1ヶ月ぐらいしてから、うんうん、っていうことなんですよ、うん、多分、うん、大学に入るために引っ越したと思うんですよね、うん、で新居、うん、新居でいいのかな、その新しい家、うんうんうん、一人暮らしをね、一人暮らしを始めた家に、うん、暮らし始めて1ヶ月ぐらいした時、うん、きっかけは特にないっす。そうなんですよ、そこが怖くないですか。怖いっすよね、うん、だから僕たちにもありえるってことなんですよ。そうでもやっぱり引っ越すっていうのはやっぱ人生で、うん、まあそなんていうの、大きな出来事というか、うん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 、ね、うん、前もお風呂とトイレからさ女の人があったじゃないですか。あれもきっかけは特に引っ越しっていうか特になんか特にないんだ、あの話は、あの話もそうだから、うん、怖いんですよこれ。自分にね置き換えても、うん、あるかなっていう、うん、自分でももしかしたらなっちゃうかもっていう、その部屋に当たったりとかしたら、そういう可能性はあるよ、ね、そうそうそう、それも怖くて、まあたまたまこの、うん、稲さんが、うん、その部屋との相性みたいなのがあったのかもしれないよね。まあひょっとしたら、うん、周りの人からすれば、うん、あまたあの部屋に誰か入ってきたねみたいな、うん、そういうなんかちょっといわくつきみたいな部屋だったのかもしれないよね、うん、それはちょっと分かんない、分かんないけど、うん、本人は知らないっていう、うん、っていうことだったかもしれないよね。そうですね。そして2つ目が、あごめんごめん、あと今はきっかけ導入部分です、ね、ああそうかそうか、そうこれから1個目です、ね、そうですこれから1個目。それはトイレの鍵が閉まってたって、内側からトイレの鍵が閉まってたっていうことなんですよね、うんうんうん、まあ、これに関しては、うん、例えば、うん、まあ、鍵を、うん、内側から鍵を閉めたまま、うん、そのまま扉を閉めると、うん、中から鍵がかかった状態になっちゃうっていうことは、まあ、ありますから、ね、ありますよね、うん、それはありますあります。うち昔建て直す前のトイレがそうでしたからね。うちのラーメン屋も、うん、そういう感じです。鍵を内側からかけて、うん、ドアを開けといて、開けた状態で内側から鍵をかけて閉めちゃうと開かない、開かない状態になりますからね、うん、それも同じようにコインで、うん、鍵を開けることはできます、うん、だから1個目はそういう可能性はないことはないですよ、うんうんうん、でも、うん、帰ってきたら開いてたんですよ、うん、ドアが、うん、それはないですよね、なか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 ないですね。誰かが内側から鍵を開けて、うん、扉を開けないと、うん、この状況にはなんないですからね、うん、そして、うん、2つ目、顔の近くでカシャッとまるでガラケーのカメラが鳴るような音がしたと、うん、これが何かなって思うんだよね。うん、でそこに携帯はなかったっていう、ないっす、ことですもんね。ないっす、誰もいません。うーん、顔のすぐ近くでカシャッてなった、なんだろうね。幻聴、うん、今幻聴だったとしても、うんうん、そのカシャって鳴るっていうその携帯のカメラみたいな音が鳴るものって他にあるかなって、うん、携帯デジカメ？デジカメとかじゃなかったとしたら、うん、だってデジカメはさ音鳴んないじゃん、カメラだから。ああ、うん、カシャって聞こえる、携帯のカメラみたいに聞こえる、うん、何かっていうか人の声とかさ、例えばカチャですか。ちょっと思いつかないですよね。うん、ガラケーのカメラのシャッターの音よ。紙を、うん、なうまく破ると、うん、ちょっと似たような音になりそうな気も、わかるわかるわかる、気もしんでもないですけどね。まあでも誰が破ったのっていう話にもなるし、まあそうそうだね、そうだね、うん、そうだね。まあ似た音はもしかしたら出せるもんはあるのかも、かもしれないね。うん、日常生活の中にも、うん、それこそサンプラーとか使わずに、うん、そういう録音とか再生の機器を使わずに出せるとしたら、まあ紙破りかなっていうが一番近そうだなって思ったんですけど、なんかこういう音の似たような音を出すっていうのは、うん、舞台の効果音の経験がある人とかは、うん、そば柄を雨にしてとか、なんか
こうザーってやると波の音とか波の音とか、うんうんうん、そういう人の方が詳しそうですね。あこれだとこの音が鳴るよみたいな。そうだね、うん、うんうんうん、効果音の出し方みたいなね、うん、ちょっと保留にしましょうこれは保留にしましょう。でもなんかヒントがありそうな気がするんだよねこれ、うんうん、で、まあ、3つ目は、うん、ゴミを置いて中に戻ってまた出てきたらゴミ袋が八つ咲きになってたと、うん、そこに、うん、強烈な悪臭を放つ泥のようなものが付着していたという、うんうん、まあ、これは人のなせる技というか、うん、まあ一回消えてるからその場から、うん、も難しいかもしれないですけど、うん、音を出さずにザーってやるのは、うん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 、できなくはないみたいな、まあ、できなくはないんじゃないかっていう、まあ、確かにできなくはないね、うんうんうん、でも数十秒だもんね。そうそう、そこなんすよね、うん、数十秒、うん、でそれと同時に、うん、サドルもズタズタになってたと、うん、はい、多分自転車置き場には自転車がいっぱいあるんですよ、うん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 、でもこの稲さんの自転車にだけそうなってたと思うんですよね、うん、ってことは普段どの自転車に乗るかってのは知ってるんですよ、うん、まあ、ここ でも忘れ物を取りに帰ってきたんですよね一回自転車に乗って。乗る前でしたっけ。乗る前。あ、乗る前か、じゃあ分かんないですね、うん、乗ってから一回忘れ物取り行ったんだったらね、多分駐輪場にももしかしたら止めてないかもしれないですからね。ああ、うん、そうだねそうだね、うん、そうだね、そうだね。でも乗る前ですもんね。乗る前だね。じゃあ普段から分かってるっていうことですよね。そうだと思うんですよ、うん、まあ、ここまでで考えると、うん、トイレとシャッターのとは家の中じゃないですか、うん、でゴミ箱とサドルのズタズタは家の外じゃないですか、外なんですよね。だから家についてるっていう感じでもないのかな、うん、で多分、うん、まあ、その次の事象行った時に言おうかなと思ったんですけど、はい、あ、もう それしましょうか。え、その次が、その次の事象はあとインターホン、あ、また家か、家ですね、まあ、家の外かインターホンは一応、まあそうだね、うん、外だね。その次ですね、僕が言おうかなと思ったのは、まあ、でもとりあえずインターホン行きます、はい、ちょっとこれ、はい、ちょっと思ったんですよ、はい、インターホンが突然つい、うんうん、モニターがついたと。ああ中っすね、じゃあ家の中の話ですね、うん、でもそのインターホンのモニターは外から誰かがインターホンを押すか、うん、もしくは部屋の中から電源を入れないと画面が起動することはないんですよ、うん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 、でドアからガリガリガリコココッと爪で引っかいたり軽くつつくような音が聞こえてきましたと、うん、はい、初め聞いた時に、うん、なんか状況をイメージしたら、うん、誰かインターホン鳴らして、うん、で外から中に入ってきたい、うん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 、扉をガリガリやって、うん、でもちょっとよく考えたら、うん、ひょっとしたら家の中のインターホンの電源を押して、うん、外に出ようとしとったかもしれない、うん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 、そうですね、家の中にいる、家の中からそのガリ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 外に出たいよみたいな、みたいな、うん、ひょっとしたら中側だったかもしれない、うん、まあ似てるっていうか、そこに行ってなきゃ区別はつかないですもんね、うん、と思ったんですよね、うん、でその次の事象ですよね、うん、待って待って、それが、うん、はまあ友達が帰った後ですもんね。友達帰った後、うん、一人ですもんね、一人、まあ外からかな、人がやるとしたら。そうだね、うん、人間だったら外からだね、外からですね、うんうん、その怖がらせようとして、うん、ということ、友達がね、うんうん、ただまあピンポンは鳴ってないんですよね。突然モニターがついたっていうことですもんね。そう、うん、そういうことだね、うんうん、まあ、これが4つ目に起きたことなんだけど、はい、次ですよね。そうですね、カラオケ、これはもう完全に外ですからね、カラオケでの出来事、はい、外出時、外ですねこれは。外出時っていうことは、そうだ、この時にちょっと言おうと思ったんですけど、はい、さっきの、はい、部屋依存から、はい、自分依存になってきてるじゃないですか。お、なるほど、うん、本当だ、うん、だんだん本当だ本当だ、うん、だから、うん、まあ最初はその部屋と相性が良くて、うん、まあ部屋にいた、うん、と思うんですよ、まあ、例だったらの話ですよ。でも、うん、稲さんを気に入って、うん、稲さん依存になってしまったのかなっていう思ったんですよね。なるほど、うん、いやそれは、うん、でもひょっとしたら大学に行く途中に何かを拾ってきたっていう可能性もあるよね、部屋じゃなくて。ああそうかそうか、うん、そうか、だって最初はね1ヶ月ぐらいは何もなかったと、うん、
で結局変な事象が起きるのも、まあ、うん、初め部屋の中だったけど、どっかから一番初めはどっかから連れてきて部屋の中に自分がいるときに、ね、なんか起こるってことは、うんうん、あ、そうか、途中で拾ってきた可能性も多いんですね。可能性もある、あるじゃん、うん、だから、うん、その大学への、うん、通学路というか、うん、そこに何かがあったかもしれないよね、うん、か、うん、全く関係ない例だったかもしれないです、カラオケにいる。あ、なるほど、うん、その可能性もあるっすよね、そう考えると。本当だ、うん、このやった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 っていうことを口走った、うん、だって明らかに、うん、まあ、これ稲さんの中に入ってるじゃないですか、うん、明らかに今までのやつとは、でしょうね、今までのやつとはやり方が違うから、うん、違う、うん、違うものかもしれない、違うものかもしれない。はあ、うん、なるほどね、うん、例だったら、うん、うん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 、あともう一個思ったんですよ、うんうんうん、この時にやったやったって喜んでるじゃないですか、うんうん、だからそれまで、うん、自分が部屋で寝てる時に何回か侵入しようとしたんだろうなって。あああ、まあ、家で寝てる時、まあ、家じゃなくてもどっかで寝てる時に、うん、試みてた、何回も試みてたと、うん、やったやった、それのやったやったか、いやついに入れたぞっていう、うん、山の家もう入れた入れたみたいなもん、ね、似てますよね、うん、ここは似てるなと思ったんですよ、うんうんうん、入れた入れたに、うん、やった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 って言ったっていうさ、うん、となると、うん、今までと同じ例かな、例だったらずっとついてきてたみたいな、うんうんうん、うん、そうだね、ちょっと複雑っていうかややこしくなるけど、うん、そのカラオケボックスの部屋の中で寝た人に何回か別のグループというか別の人に対して試みてた可能性はあるよね、うんうんうん、友野が言う、うん、全く別の例が、ああそう、そういうことか、そういうことか、そうそうそう、あ、じゃあそっちだったら、うんうん、ありえるですね、ありえる、うん、まあ、でもちょっとこっち話がややこしくなるもんで、うん、まあ、その可能性はちょっと置いといて、あ、だからもし同じ例だったとしたら、うん、まずは気づいてほしいから、うん、そういうトイレとかいたずらっぽいことをしてみたり、うん、自分がいるよっていうのをアピールしてみて、うん、お前の体乗っ取りに来たぞみたいなアピール、アピール、うん、もうその変なトイレがあかんかったりした時から、うん、もう入ろうとしてた可能性はあるよね。寝てるから自分分かんないじゃん、うん、でこれはたまたま周りに、うん、でもトイレは何ですか。あ、トイレで起こったことは、うんうん、ちょっとアピールとかじゃなくて、うんうん、もう近くにそいつがいるぞっていうことなんだけど、うん、それとほぼ時を同じくして、うん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 、そうやって体の中に入ろうとしてたかもしれないっていうこと。ああ、その辺りからずっと入ろうとしてたみたいな、うんうんうん、まあ、最初からっていうことですね。そう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 、うんうん、そうそう、そういう、まあ、可能性としてあるかなと。でちょっと怖いなと思うのは、うんうん、まあ、その後、うん、まあ、友人一人一人を瞳孔を開いたような目で見て、うん、でまた寝ちゃったと、うん、でもそれ以来私の周りでは特に不可解なことは何も起こらなくなりましたと、うん、まあ、本にも言ってますよね、それが逆に気味が悪いのです、うん、そこで一回入っ、やったやったっつって入って、うん、で本人の分からないうちに、うん、そう、寝てる時に何かは起こってる、うん、なんか、あ、私の言おうと思ったのは、はい、ちょっとずつちょっと同化しちゃったみたいな、うん、本人には気づかないけど、うん、それから怖い話が大好きになりましたって言ってるじゃん。だから知らないうちにちょっと意識も乗っ取られかけるじゃないけど、うん、ちょっと混ざって、うんうんうん、そういう怖い話が好きになっちゃう、それまであんま興味なかったけど、うん、なんか、あ、自分の仲間の話してるとか、例えば、うん、なんかさ、言ってたじゃないですか、心霊スポットに行きたがるのは、うん、後ろの人たちが引っ張ってるんだよみたいなのとかも、うんうん、心霊スポットが俺が好きっていうのは、うん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 、なんかそういう感覚になってんすかね、言ったらその人が怖いのが好きっていうか、うんうん、だから、うん、その人の意識が流れ込んでるっていうか気持ちが流れ込んでる、うん、そうそうそう、まあ、そう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 いうこと、そういうことですよね、そういうこと、そういうことです。その友言ったのはその、うん、背後霊とか守護霊とかだったけど、その人は自分の中の何か、うん、自分の中の別な人が、うん、ちょっと顔を出意識の意識をちょっと顔を出してるみたいな、うん、うーん、どう、
なんつったらいいんですかね、多重人格とはまたちょっと違うですもんね。ちょっと違うんだけど、うん、っていうさ、うん、で夜中に急に起き上がりこっちを見たと言われることが時々ありますってことは、うん、今でも、うん、そういるんすよ、いるんすよ、今でもいるんすよ、その人の中に、イナさんの中に、うん、今でもいるんすよ、いるんすよ。で、うん、イナさんの知らないうちに置く、うん、なんかやってんすよ。いや、わかんないですけど、その寝てる時に、うんうん、それ現在進はどうした、なんか調べる方法ありましたよね、幽霊のメモを書いとくで寝るみたいなやつ、知りません、知らないです。なんか家部屋に幽霊がいるかどうか調べるみたいな方法で、はいはいはい、寝る前に、はい、ちょっと僕も忘れちゃったんですけど、確かこんな感じっていう感じですけど、メモ帳を1枚用意しといて、はい、なんか質問を書いておくんですよ確か、うん、あなたは例えば男性ですか女性ですかみたいな、うんうんうん、なんか簡単なはい家で答えれるやつだったかな確か、うん、最初は、うんうん、で寝ると、うん、で次の日起きて、うん、返事が書いてあるっていう、いう調べ方があるんで、確かそれどうすかね、やってみるの、ぜひやってもらいたいけど、まあ、超怖いですよ、超怖い、超怖い、返事がだったら返事が書いてあった時ですよ、時ですよね、そう、写真送ってほしいですね、か停電でもう写しといてほしいですね。あ、そうだね、うん、かなり勇気いるね、うん、それは、うん、メモ帳と鉛筆を確か置いとくんだったかな、あ、まあ、鉛筆じゃなくてもいいでしょうけどね、うんうんうん、寝てる無意識の自分と会話をするってことだ、うん、いやそれは勇気いるな、勇気いりますね、思い出しちゃった、そう、なんかそんなような方法があったはず、そうか、うん、でもまあこの例と同化したおかげで僕たちにのチャンネルにそうたどり着いてくれたんで、そうですね、はい、そうですね、いい例だねそう、一概に悪い例ではないかも、いい例、僕たちにとっては、うん、まあでもまだ実害が出てないんでね、まだいい救いなのかなっていう、だからそれが、ただそれが実害が出始めちゃった時はもう 60% ぐらい侵食されてんじゃないかなっていう、うん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 、そうですよね。てかもしかしたら、はい、無遊病と呼ばれる人たちは、はい、そうやって融合してる人なのかもしれないですね。私小さい頃無遊病だった時あるんですよ。あ、そうなんですか。あります。どんな感じだったんですか。あ、でも意識はないんですよね。動いてるっていう意識もあるんですか。ちょっとある。でなんかしなきゃみたいな、うん、小さい頃ってどれくらい、小学校の、はい、多分 3,4 年生ぐらいが一番ひどかった。ひどかった、うん。どんぐらい動いちゃうんですか、ひどかったって。どうなっちゃうんですか、うん、2つあって覚えてるのは、うん、1つは、はい、朝起きたら、うん、洗面所に花が、うん、花が置いてあった。怖いねそれ。うん多分その花っていうのは、うん、なんかね、花瓶造花だったと思うんだけど、はい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 、それがいつもはここにあるけど、はい、洗面所のいつもはここにあるけど、それが窓に挟んであったみたいな、はい、その花が、うん、ほんで これは、うん、なんでこんなとこに挟んであるのかねっていう話をして、うん、はい、でほんで結局その時に、うん、無遊病かもねみたいな話になったような気もするんだけど、うんうんうん、でもう一つはどっかに泊まりに行ったことがあって、うん、子供だけでなんかお泊まり会の課外授業みたいな感じだったのかな、はいはいはい、うん、でその時に、はい、急にトイレに行きたくなって、はい、なんかそういう施設だったじゃんね、そういう泊まれる施設みたいな、はいはい、まあ、こっちで言うと野外教育センターみたいな。みたいな、そう、そんな感じ、はいはいはい、そんな感じ。でトイレに行きたくなって、うん、まあ、トイレの場所が分からんってなって、うん、お手洗いとは別のなんかシャワー室みたいなとこあって、うんうんうん、そこで放尿して、はい、でも自分としては、うん、ここはトイレじゃないのに、うんうん、こんなとこでしちゃまずいだろうって思ってんだけど、うん、そこでおしっこしていると、うんうんうん、で後から、うん、その一緒に泊まって言ってた人が、はい、なんか夜中どっか行ってたよねみたいなこと言われて、うんうんうん、あれ夢じゃなかったのかもみたいな、
あそういう意識はじゃああるんですね。半分あった、うん、その時は半分あった。へえ。でも自分の意思じゃない感じ。木村さん入られてるっす。今はないんですか？全くない。本当の時期一時期だけ。何なのかな。ちょっとそれ親に一回聞いてみるわ。そうですね、そうですね。あの時どうだったみたいな。あの治った時期も教えてほしいです、うん。いや本当に1年の間に起こったぐらいの話。なんで何がきっかけで治るんですかねそういうの。それこそあれじゃないですか。守護霊がついたんじゃないですか。年齢的にもちょうど多分10歳とかぐらいの話だもんで、うんうん、それぐらいじゃないですか守護霊がつき始めるのが。そうなんですか。そうっすよ、はい、子供の頃はよく幽霊見る人いるけど、あ、大人になるにつれてっていうさ、7つまではね神の子でしたっけ。そう、まあ、まあそんなこともありますからね、うんうんうん、一回それ親に聞いてみよう、うんうんうん、の話、うんうん、ちょっと課題にしておきましょう。それそうっすね。そうだから稲さんも、うん、もしかしたら、うん、じゃあ子供の時に無遊病の毛もあったかも。稲さんが、はい、まあまあ書いてあるよ。そうやって、え、そうなんですか。もしかしたら元々無遊病の毛があったかもしれませんが、今となっては知るようもないことです。知れませんがっていうことですよね。あったかどうかは分からんすよね。あ、分からんす、分からんす、分からんす、まあ、それは一個親御さんに確認してもらった方がいいね。そうですね、そうですね、うんうん、そうか無遊病か、うん、無遊病で動いてる人も見たことはあるんですよ。え、枕持ってパジャマのまんま、うん、おばあちゃんがスタスタ歩いてるのを見たことあるんですよ。夜中？はい。おばあちゃんというかね、おばさん。で、それあの近所の、うん、そこまあ前すごい前の彼女なんですけど、うん、とドライブしてた時に、うん、でその近所だったんですよ彼女の家の、うん、その時に、あ、あの人無遊病なんだってって言って、うん、言ってて、まあ近所でも結構噂になってる。それ徘徊老人とかじゃなくて、うん、老人っていうよりかは、うん、おばさん。はあ、うん、でも若年性みたいな。ああ、まあまあまああるっすけど、うん、そうなんですって。もう近所では有名な、へ、うん、なんですって。その時はそうやって聞きましたよ、はあ、うん、そう。でもさ、うん、寝てて目が覚めて、うん、やったやったっていうのはひょっとしたら無指病で話は片付くかもしれんけど、うん、それ以前にあった、うん、そうね、うん、インターホンの件とか、うん、ゴミの件とか、ね、ゴミの件とか、うん、との関連性はなくなっちゃうじゃん、うん、ないよね、うん、か意識がその瞬間だけ飛ぶっていうこと。ナルコレプシーっていうの、あのすげえ眠くなるやつ。あ、なんか寝ちゃいかん状況でももう絶対寝んとやばいぐらいになって寝ちゃうやつ。寝ちゃうやつね、あるね、うん、ナルコレプシーでしたよね確か。ちょっとその名称はちょっとね調べます。調べましょう。もう入ってるだから、ナルコレプシーだったら入ってる、はい、もう最初からナルコレプシーですね。睡眠障害。睡眠障害ということ、もう大学に通う前からってこと。あ、じゃあ大学そこに引っ越してきた時にどっかで拾って、はい、もう入られちゃってて、うん、でその一瞬だけ寝ちゃう病気になって、うん、バーンって、うんうんうん、で内側から鍵を閉め、うん、トイレの、うん、でドアを閉めて、うん、で起きて覚醒して、うんうんうん、でも自分はもう本当一瞬目つぶった感覚なんですよ、うんうん、だガシャガシャガシャって、うん、であれ鍵閉まってるみたいな、うんうんうん、そうなってくるとさ、やったやったっていうそこっすね、うんうん、多分初めて入れたからやったやったって言ったと思うんですよね。そっかそっかそっか、さっきも言ってましたもんね。そう、うん、今の話、うん、オールカットしてもらっていいですか。ナルコレプシーって言った瞬間ぐらいからカットしてもらっていいですか。まだ継続中っていうところがまあまあ怖い、うん、すげえ怖いんですよね、うん、いやー久々の怖い話だわこれ、うん、全く脱線しんかったっす。本当っすね、まあ、唯一っていうかはっていうところはナルコレプシーのところですね。そうだね、うん、で自分のちょっと無遊病のことも探ろうかなって思った回でしたね、うんうんうん、いやこの話は寝てる間になんか起こった、なんか自分の寝言の、うんうん、笑い声みたいなので起きたことは何回かありますけどね、
あとなんか言ってたりする声で起きたことは何回かあるっすけどね、まあ、寝言ですよ、うんうんうん、すごいねそれも。あ、なんか言ってるわっていう感じなんですよ自分がってこと。そう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 、そうなんだ、なんか言ったわ俺今ってみたいな。起きるそれで、それで、それで、うん、パッと目が覚めて、うん、なんかなんていうんですかね、もう夢と、うん、そう覚めたのの間ぐらいのところでなんか言ってるわって思うんですよ、うん、あ、自分なんか言ったわ今みたいな。でパッて目覚めて、あ、確実になんか言ってたわみたいな感じで思うんですけどね、うん、それはないな。だからアイナさんには、うん、その一回大学の通学路の間に何かがあるかどうかを一回見てもらいたいなと思うんだよね。もう多分遠くの大学だから一人暮らししたと思うからさ、うんうんうん、なかなか調べづらいかもしれないね。でもそうですね、うん、でもちょっと続きは気になりますね。続いてるっすからね。でももし僕らのチャンネルを、はい、まあ、今一本になりましたって言ってたんで、はい、僕らのチャンネルを登録解除して、はい、もう聞かなくなった時は出た時じゃないですか。あ、別の人になっちゃったみたいな。いやいやいや、元に戻ったってことか。元に戻ってる。ああ、そうか、そういうことか、うん、ありえるっすね、うん、でも階段なるべくそんだけ共有してるから気持ちも移ってくるかな、もしかしたら。なるべく中にいてもらおうそうっすね、稲さんのことはどうでもいいなるべく中にいてもらおう。ダメ、どうでもよくないダメだね、うん、ダメ、うん、うまく共存してもらって、うん、てか、うん、その共有して、うん、その気持ちをちょっとずつ残しといて、うん、で「塩カルトラジオ」が好きだっていう、うんうん、でまた次の人に行って10% ぐらい残して、あ、いいっすね、次の人に行ってまた 10% ぐらい残してって、それいいっすね、はい、そでどんどん広める。そうそうそう、影の宣伝部長とかね。そうそうそ う, そう宣伝部長っす。あ、すげえ、もう引き紙じゃんそんなすげえ皆さんの中に、うん、すげえ。誰が友が飛ばしとるか、ケイスキが飛ばしとるか分からんけど、うん、じゃあちょっと今から呼びかけますね。お願いします。稲さんの中にいる宣伝部長さん、もっと他の人にもついてくださいなんすかこれ初めてですよ、個人に呼びかけたのはそうだね、はい、いや実に怖い話でした。はい、本当にねえ、うん、あ、だから稲さんが、はい、再生して寝てくれればいいんですよ。再生してこれを再生して寝てくれれば、うん、その人に、中の人に伝わるかもしれない。今の友の訴えが、はい、ああ怖え、来たら怖え、こっちに。だって本人には来ないでしょ。いや、わかんないですよ。一回挨拶に来るかもしれないですか。わかりましたってで俺と木村さんがこうやってて、俺がいきなりバーンって寝て、あグンって起き上がって、やったやったやったっつって言ったらもう、うんうん、あの宣伝部長就任です、就任です、パーティーそうだね、はい、どんどん広めてほしいね、うん、いやー本当にいい話というか興味深い話ですよね。いや本当にこれはすごいよ、うん、怖い怖い話ですこれは、うん、もう考察もめちゃ長くやってるね。もういいかな、うん、うん、終わりましょう終わりましょう、うん、ちょっとあまりにも興味深かったんで、うん、いやいやいや、でも本当に本当にだって、まあ、これ言っていいかどうか分かんないですけど、うん、木村さんいつもあのメールね返信してくれるじゃないですか、うんうんうん、必ず考察しますって言ってましたもんね。言いました、返してましたね、言いましたこれはもう断定してましたもんね。めっちゃ怖いんだもんだって、うん、本当初めてそんな木村さんがそんな風にもう必ず読みますなんて返してるの、これは初めて見たから。もう予定の時間大幅に過ぎて考察しちゃいましたけど、ね、はい、いや実にいい話でしたこれは、はい、うん、体験談もね募集してますのでね、皆さん、はい、ぜひぜひ、はい、うん、どんどん送ってください、送ってください、はい、ありがとうございました。続報もお待ちしてます。そうですね、続報もお待ちしてます、うん、はい、はい、ありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。